お久しぶりです。明けましておめでとうございます。ただ美味しいものを食べるというだけの動画になります。今日食べようと思うのがこちら、リストランテアクアパッツァさんが、ネットで販売している、切り身魚のアクアパッツァを食べていきたいと思います。こちらなんですけど、青山にお店を構える、イタリア料理屋なんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですが、ネットでですね、実際にお店に出している料理を販売しているというところで買ってみました。最初はですね、こんぐらいカッチカッチの状態でなってるんですけど、ちょっと溶かして、これあと湯煎して食べていきたいと思います。美味しい食べ方とかは裏に書いてありますが、解凍した後で5、6分茹でて取り出すだけという簡単な感じで、簡単ですね、本当に。これお店でね、実際食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。じゃあ湯煎していきます。はい、湯煎して盛り付けたらこんな感じになりました。めっちゃ美味しそう。あ、めっちゃ美味しそう。匂いもいいね。では早速食べていこうと思います。お、いい感じ。美味しい。味しっかり染みてる。この下のスープがまた美味しい。冷凍とは思えないぐらいお店の味に近い。てかもうお店の味ですもんね。めちゃくちゃ美味しいです。なかなかね、青山だと行けない人もたくさんいると思うんですけど、ネットで販売してるというところで簡単に食べれるんじゃないでしょうかね。あとアクアパッツァのこの作り方自体もですね、アクアパッツァの日高シェフが YouTube で作り方を配信しているので、そちらを参考にしてみたら自分でも作れるんじゃないでしょうかね。でもこれ自分では絶対にこの味出せないですけどね。ちなみに今回このアクアパッツァで使用されているお魚はマダイだそうです。一応お店で食べるときはその日の仕入れ状況によってお魚が変わってくるみたいですけど、どれも美味しいと思います。お店には1回しか行ったことないんで分かんないんですけど、その時も美味しかったので、どれも美味しいですね。はい、完食です。いや、美味しかったな。美味しいしか言ってないね。味の説明とかできない。ただ美味しく食べるだけの動画なので。いや、それにしてもこれがネットで自宅に届くなんてすごいですよね、本当に。興味がある方はね、実際にお店に行って本物も、本物、これも本物ですけど、作りたてほやほやを食べていただけたらと思います。で、東京になかなか来れないって方はですね、ネットで買ってみてはいかがでしょうか。アクアパッツァの他にもですね、確かパスタのスパゲッティのですね、ソースだったりが売られているので、合わせて買ってみたらどうでしょうか。むちゃくちゃ美味しいです、どれも。はい、で、通販のリンクを下に貼っときます。興味ある方はそちらから購入してみてください。ただ基本的には完売してますので、入荷したタイミングを狙ってですね、買ってみてください。東京の場合、だいたい買ってから本当に1週間足らずで届きましたので、ぜひ皆さんも購入してみてください。めちゃくちゃ美味しいです。じゃあ、バイバイ。